どうもファーブルです。今日はね、先日朝来てアジが爆ずれしたエリアに来てるんですが、今日はちょっと全然です。ちょっとね早く来ようと思って前よりも1時間ぐらい早く着いたんですが、全然水面ライズしてないです。いや1週間違うとやっぱこう違うか。まあアジは回遊なんでね、まあちょっととりあえずジグタン投げて探っていきます。ちょっともう幸先不安です。よいしょ。とりあえず前回ね爆ずれした同じ、重さのジグタンに同じワームつけてやってみます。今日はねちょっと大潮で、多分今干潮ドピークですね。多分今ちょっとあんまり潮、まあでもちょっと動いてるか、なんかサビキの方に来たな。来た来た来た、なになに、アジか。来た来た。よし。とりあえず、アジ来ました。回ってきたか。いや、よかった。サビキ持ってきてて。もしかしたらサビキの方でしか当たらんかも。とりあえずね、並行して、サビキと、アジングの方で。ジグタンで投げてきます。来たか。よし、よしよしよし、いいね。今のとこサビキの方だけ。さっきしかもねサビキのカゴがちょっと引っかかってね落ちちゃったんで、とりあえず今巻き餌して、この下には普通の重りつけてサビキやってます。これでもいけるんだ。よしよし。ちょっとねあれからアジングの方がちょっと、根がかりして切れて、リーダー結び直して今ちょっとサビキと並行してやってるんですが、反応ないですね。サビキの方も2匹以降釣れない。いやで、なんかさっきちょっと水面ね、なんかシーバスっぽいもんがちょっと泳いでた感じですけど、まあ特にそのライズ的なパシャパシャするような気配はないですね。来たかも。来た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 。よっしゃ、来ました。しかもスレ。今来てるな。チャンスチャンス。ちょっとめちゃくちゃ小さい、0.5 とかのジグタンにめちゃくちゃちっちゃい、ワーム、これだ。ちょっとこれつけてみます。このちっちゃいやつ、ちょっと足元に落として、ちょっと上下に動かしてみます。ちょっとねせっかくなんで泳がせやります。ちょっとデカめのやつね。これ貴重な3匹のうち1匹を、背掛け、上の電線引っ掛けるように行ってこい。だんだん明るくなってきました。泳がせは今のとこ反応ないです。ちょっと竿がねしなってるんで、多分まあアジはちょっと動いてますね多分。うん、
で、あと今サビキと、ジグタンのめちゃくちゃ軽いやつ投げてます。まああと 4,5 匹ぐらいは釣れてほしいな、アジが。まあ泳がせの方はなんか青物、いやもしくはヒラメでもかかってほしい。いや待って、なんかでも重い、これアジか、普通にアジか。今7時半ですね。ちょっともうあれから泳がせやってるんですけど全然です。いやちょっと今日ね、もう他用事もあるんで切り上げようかなと思います。結果、アジ3匹、しかもサビキっていうね、アジングは全然でした。先週はね、ほんとめちゃくちゃ、もう泳がせのアジも硬直して死んじゃってるわ。よし、これは晩ご飯用ってことで。じゃあ、とりあえず撤収。よし。どうも、ファーブルです。今日はね、仕事終わりに、ちょっとメバリング、あとロックフィッシュを狙いにやってきました。ちょっとね、まあ近場ではあるんですけど、初めて来るポイントなんで、あ、すごい、下は敷石ですね。これはなんか期待できそうです。はい、じゃあね、とりあえず2グラムの、短ジグに、このアジアダーですね、これの就業材がなんか2倍入ってるっていうやつ、亀屋のやつ買ってみたんで、ちょっとこれでとりあえず投げていきます。はい、よし、ちょっとね、じゃあ台と、ちょ、ここ街灯があるんで助かるわ。で、下が敷石で、満潮まで多分1時間ぐらい、ですね、ちょうど揚げの潮の段階なんで、ちょっとこれは期待できるかも。下もなんかね、ちょっと藻が生えてるんで、これは期待できるかも。来た来た来た、なんか来た。なんか来ました。おー。ちょっと待って。待って待って。待って待って、これ待って。ちょっと待って。ちょっと電気つける。ちょっと電気電気。ちょっと待って。ソイか。ソイっぽいですね。メバルじゃなかったか。いや、でも、とりあえず坊主は逃れました。まだ開始して3分です。幸先いいです。よし。なんか来たっぽいぞ。来た来た来た。ゆっくりゆっくり。いや、めっちゃいいじゃん、ここ。なになになに、よいしょ。メバルだ、これ。メバルです。やった。ついにメバリングでメバル釣れました。黒メバルかな？ちょっと赤っぽいけど。いや、この目が大きいのは正真正銘、メバルです。やりました。いやこれはいいポイント見つけたかも。来ました、やった。まあちょっとちっちゃいけどね。やった、嬉しい、めっちゃ嬉しいです。これはもう、会社の釣りプロにも報告しないといけないですね。いやー、やりました。いや、やばい、めちゃくちゃ幸先いいです。ソイにメバル1匹、また来て15分ぐらいですね。で、これちょっとあんまり照らすとあれなんですけど、下がすごい敷石になってて、いや、この隙間、やっぱりこういうところがいいんですね。で、今ちょうど潮が、ほんと満潮になる時なんで、
ちょうど今多分潮がね引いてたらこここの石のね畳の石畳のところがちょうど水がないと多分隠れるポイントが減っちゃうんで、ちょうど今いいんですね。いやーちょっとこの調子で釣れてほしい。じゃあねフラグシンキング投げます。来てくれ、フラグでも釣りたい。フラグ反応ないっすね。ジグタンに戻すか、こっちも虫ヘッド作って投げるか。いや最初の15分でのソイ釣れてメバル釣れてのあれから、あれが本当にあそこピークやったのかな。来た、虫ヘッドに何か来たぞ。なんだなんだ、ちっちゃいなこれ。よっしゃー、何でしょうか。よいしょ、ああソイか、ソイですね。最初に釣れたやつだ。うん、ちっちゃいまあでも OKOK。 水が来た時よりもちょっと上がってますね水位が。どこまで来るんかなここ。まあでももう多分これ以上来ないと思うんですけど。いや沖沢のケビの反応ないな。ダメだな。ちょっとね、まあソイもいいんですけど、メバルだよね、メバル。メバルが釣れてほしい。あとね、最初に、メバルが釣れたジグタンに戻します。やっぱ釣れたやつがいいや。ああ、それは間違いない。よし。でね、ちょっともう餌の方もなくなったんで、こっちで集中してあります。ちょっとね、残念ながら、リーダーから切れてしまいました。ちょっと今日はここまでかな。まあ、とりあえずメバルが一匹釣れたんで、よしとしよう。はい。いや、でもここはちょっといい場所を見つけました。すごいね、街灯もあって釣りやすいし、下に敷石があって、まあね、メバルやソイ、ロックフィッシュなんか。で、今ちょっと小さいジーソみたいなのも見つけたんで、ちょっとまたここはリベンジしたいと思います。ちょっとねソイは小さいんで逃がそう。よいしょ、よいしょ。じゃあまあメバルはね持って帰りましょう。